ちょっと手強い相手だと思うんですけど、まあただまあいけんじゃないですかね。総合2位で、オープンも、オープン部門でドットサイトがついた部門でも一応2位には、いやおそらくえぐいと思います。結構いい勝負になると思います。やっぱうまいですよね。スリーガンマッチってショットガンとか、アサルトライフルとかハンドガン使った競技とかも、ここはもう意地でも勝ちに行きたいなと思ってます。俺今回レースオールスターっつって短距離走 50m 走で行ったら、俺はクラウチングスタートでやってて、相手は、スタンディングで走ってるようなもんだんで、まあ勝たないとまずいかなっていうふうには思ってます。そうですね、今回はまた同じタクティカルホルスターで、はい、同じ銃でやろうかなと思ってます。これが僕のスタイルですね。これで勝たないとなんかちょっと勝った感ないなと思って、まあ、ただ私は光学機器に乗せてるので狙いやすさは私の方が全然上かなとは思いますね。めちゃくちゃ速いレベルのドロー速度は身についてるとは思うので、そこは自信はあるんですね。 Are you ready? スタンバイ。0.57 Are you ready? スタンバイ。 0.8 いやどう頑張ってもこれだろう、はい、どうですかね、まあ初段勝負じゃなくなるっていうところもやっぱ出てくるとは思うんで、そういう意味だとあんまりオープンとタクティカルのこう差がなくなると思うんですよ。ちょっとターゲットがやっぱ動く、自分も動くってなると、多分ドットの捉え方もまた若干変わってくるんじゃないかなと思うんですよね。もしかしたら場合によってはドットが見えないみたいな、その分アイアンサイズだとズレが把握しやすいんで、そういった意味では結構いい勝負になるかもわかんないですね。それでは行きましょう。ルールです、制限時間2分間、2分間ノンストップで動きますので、ヒット後の、陣地移動は速やかにお願いします。ヒットした際は大きなヒットコール、申告をよろしくお願いいたします。弾数は20発となります。打ち切ってしまった場合は相手に1ポイント入って、その時点でゲームが終了となりますので、よろしくお願いします。今回はお二人にセコンドとして入ってもらいます。僕がちょっとねタイムキーパーという形で見ますので、カウントはお二人にお任せする形です。まあカウント係とヤジ係っていう形ですね。はい、どんどん煽っていただければと。始まりました拳銃道3。今回は日本シューティング界を背負うトッププレイヤー同士の戦いです。ドットサイトを使う金子選手に対し、川原選手はアイアンサイトで迎え撃ちます。ラウンド1、はい、早い。金子選手のドロー速度に川原選手銃が抜けません。はい、時間は止まりません。このめっちゃ速くね。これがオープンクラスのドローです。レディーファイト。ドロー勝負で相打ちとなります。ヒット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 。レディーファイト。ファイト。あ、ごめん、ひどい。一瞬久々の騒げなんで。レディー、ファイト。川原選手横へ移動するも、金子選手の正確なリード射撃が当たります。マジか。はい、レディー、ファイト。ヒット。両者動かずドロー勝負。当たってない。川原選手の球は外れてしまいます。動いてもいいですよ。動くのが遅いです。レディー、ファイト。ヒット。またもやドロー勝負で川原選手にプレッシャーを与え続ける金子選手。レディーファイト。川原選手ウィークサイドに移動しますが、金子選手のリカバリーがすぐさま飛んできます。でも2発目が来るのか。レディーファイト。来た来た。やはりドロー勝負が続きます。
両者ヒットです。2分経過終了です。ここで第1ラウンドタイムアップです。はい、それでは第1ラウンドの結果発表です。まずは川原さんが5ポイント、はい、そして金子さんが取ったポイントが8ポイント、5対8で第1ラウンドは金子さんが優勢という形になりました。お疲れ様でした。はい、それではこのまま第2ラウンドですね、行きましょう。動こうと思っちゃうと、うん、動くとやっぱ1発目が早いんですか、2発目が早い、2発目も早い、うん、動いたところにちょうど綺麗になってくるんで、だとするとしゃがむか、右利きだから多分苦手な方向に、ね、上下さ、上下ですか、上下上下一旦ありかな、スマホを使って金子さんそのままの調子でいいんで、初段勝負でもうガチセンター狙ってやっちゃっていいですよ。了解しました。もう全然問題ないです。了解です。やっちゃいましょう。Yes。さあ、それでは第2ラウンドいきましょう。さあ、第2ラウンドが始まります。わずかにオフセットしながらの射撃、際どいですが両者ヒット。面白い面白い、レディファイト。いや、俺は当たってない当たってない。おっと、少し焦りすぎたか、はい、金子選手が初段を外します。俺はい、じゃあ行きましょう。もっと声出して。拳銃道ではメンタルも大事な要素となります。レディーファイ。今度は川原選手が初段を外します。早すぎてお互いに手にしかけてしまう。はい、ハザム、レディーファイ。さあ、ここで川原選手がオフセットショットを決めます。これはうまいですね。当たってないぞ、当たってないぞ。なるほど。レディー、ファイ。おっと、川原選手がしゃがみを入れてきましたが、金子選手が冷静にヘッドショットを決めます。これは際どかったですね。再びオフセットする川原選手をトリプルタップで追撃する金子選手、素晴らしい速さです。これもドロー勝負、川原選手が外します。当たってない。毎回当たれますよ。クソうめえ。川原選手のオフセットに球が当てられない金子選手、ここで第2ラウンドが終了です。はい、それでは第2ラウンドの結果ですね、まずは第2ラウンドのポイント、川原さんが4ポイント、はい、そして、金子さんが5ポイントという形で、第2ラウンドも金子さんの勝利でした。連勝という形で金子さんの勝利でした。お疲れ様でした。よし、一言どうぞ、コメントを。やっぱ好敵手でしたけど頑張って勝ちました。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。さあ、今回も、ハイパードラクターはですね、ファイトマネーというか、勝利者賞ですかね、はい、プレゼントになりますので、こちら、受け取っていただきたいと思います。はい、おめでとうございます。早い。マジで早い。で、最初何回かやってもう全然動かないじゃないですか。あ、なるほどと思って。やっぱ初段動いてもどうせ追って当てれるので、ね、そこはやっぱり初段早く打った方がいいかなと思って、俺は最初から動きなかったっす。で、うまいのが一発多分動いて
避けるじゃないですか。まあそこまでいいんですよ。2発目マジで早い、ね、リカバーが毎回毎回来るんで動いても同じやんとか思って、いやマジでうまかったですね。はい、それでは本戦の方は金子さん勝利っていう形でね終わりましたが、ここからは、エキシビジョンマッチとしまして、まあ、視聴者さんからも要望がありましたエアコキ戦を行いたいと思います。よさあエアコキ戦戦っていただきます。東京丸井の、18歳以上用のエアコキングガン、ガバメントですね、うん、また相談数は20発でいきたいと思います、まあ、ルールは変わらずになりますので、マガジンだけ装填していただいてホルスターに戻していただいて、でハンズアップからレディーファイトで抜いてコッキングして撃つ、ね、この繰り返しですね、はい、エアコッキングハンドガンを使ったエキストララウンドです。ローダーのメイクレディー、マガジンを入れてそのままホルスターへ戻してください。さあどうなるでしょうか、まあ、エキシビジョンなので気楽にいきましょう。はい、制限時間2分間です。ハンズアップでお願いします。レディーファイト。先ほどとは対照的に両者バリケードを使用しての打ち合いとなります。ポジショニングと射線管理が必要とされます。ここで川原選手がバリケに回り込みます。しかし外して金子選手に返り打ち、ナイストライです。全然動きが違う。あ、センチで描いていきます。おっしい、おっしい。これ、面白い。レディー、ファイト。危ねえ。球は当たっていません。おっと、ここで川原選手がマガジンを落としてしまいます。その隙を逃さず金子選手がヒット。おや、川原選手ガントラブルでしょうか。ホッキングできないようです。はい、それでは、ちょっとガントラブルがあって銃は交換させていただきましたが、時間はそのまま、継続してまいりますのでよろしくお願いします。準備よろしいですか。はい、それではまずはレディーファイト。バリケードからの打ち合い、金子選手は上下に振ります。当たんねえ。あ、ごめんなさい、カメラ映っちゃった。金子選手バリケードから出て勝負に出ます。一発外すも2発目で仕留めます。金子選手バリケードからの一瞬の射撃でしたが正確に相手を捉えました。両者センターバリケに駆け寄って超接近戦、これは相打ちとなりました。終了。ここで時間切れです。ちょっと中でも男前やね、最後に。最後の最後に前行くのはいいですね。まあまあね、試合なんで。はい、それではエキシビジョンマッチの結果です。まずは川原さんが取ったポイントが1ポイント、はい、そして金子さん取ったポイントが5ポイントというわけで、はい、今回一番強い街に金子さんの勝利でした。お疲れ様でした。やっぱりさっきより全然数違いますね。動きありましたもんね。どうでした、やってみて。いや結構ハーハー言ってますけど、もともと体力ないんで。やっぱ初段で動かない方が俺は楽でした。どうでした。しんどいです。でも面白いですね。なんか動きがねできて、うん、なんかあの外野からも声ありましたけど、なんかサバゲっぽいって言ってましたもんね。結構サバゲやった感が取り戻してきましたね。シューターによるサバゲ対決みたいな感じでした。はい、お二人ともお疲れ様でした。